七仏滅罪真言とは、中国の真言系、禅宗、浄土宗でよく唱えられるダラに、真言で、重傷種の一つである。文殊菩薩からの問いに、釈尊が答えたもので、経典は、大型刀だらにへになる。過去七仏が共に話し、このダラにを唱えたことで、重罪を取り除いたとされる。この七の仏様は、ヒバーシカバネ仏、シカバネステル仏。 死車浮き仏、ともとめ孫仏、ともな含む無二仏、歌唱仏、おくるみになる。七仏滅罪神言のその苦読は罪章を消滅させるとされ、吉祥で平穏無事、物事が順調に行くとされ、後世にも福徳とされている。世へ五逆の罪を犯した者は、このだらにを唱えるのが最も良いとされる。ダバディベート、グハ、グハテ、ドラドゥルテ、ニア、ルテビモレート、 ソワカ、リットルピー、リットルピー、ディ。チャットヘイチャットヘイディ。トゥオルオエヌ、ディ。エヌヘイラディ。ピー、リットルエヌ、ディ。ディエムヘイチアディ。ジェンエルエヌジ、チャイエンディ。スオピーヘイ。バー、バーミカド。キューキューミカド。タニミカド。ニミカド。はじムミカド。マ、トギミカド。マミササギカラミカド。サバー、ありがとうございます。